皆さんおはようございます。囲碁名人リーグのですね、本日は最終一斉対局4局がですね、東京、大阪、そして名古屋3会場に分かれて打たれています。こちらは大阪でですね、井山裕太王座 VS 許家元九段を、お届けしております。新聞解説はですね、村川大輔九段なんですが、村川さん午後にお越しいただく予定で、我々それで対局を静かに見守ってたんですけど、いきなりのっぴきならないことになってですね、わけが分からなかったので急遽ですね、立ち会い人の後藤俊吾九段にですね、一体これどうなってるのかと、いうところをぜひ解説してほしいと思いまして、お呼び立てさせていただきました。後藤さん、はい。立ち会い人にもかかわらず、私の、呼びかけに応じていただきありがとうございます。いえ、何をおっしゃいますやら。井山さん、4日前、まだ4日前です。本因坊戦でですね、一力さんに、3勝4敗フルセットの末に敗れてですね、ついに本因坊、12連覇ならず、失冠、合わせてですね、3大タイトルが11年ぶりに、井山さんゼロになったということで、井山さんの肩書きがですね、井山裕太王座と、なんかまだ我々ちょっと違和感があるんですけども、はい、これまでは井山裕太名人、あるいは井山裕太棋聖、そして井山裕太本因坊のどれかだったんですけども、今井山裕太王座ということでですね、で、あの4日前の本因坊戦からの再出発の第1局がですね、本日の名人リーグとなります。現在井山さん6勝1敗、東京で同時並行で打たれている一力遼さん VS 余正樹さん、一力さんも6勝1敗で同星首位です。挑戦の可能性もあるのはこのお二人でですね、このお二人が共に勝つか、あるいは共に負けたらですね、30日に、2人によるプレーオフ、また井山一力戦と何度やってることなんでしょうかということですが、またこれまた大勝負と、なります。まあ大切な一局なんですけど、井山さん、なんか好き放題打ってるような感じするんですが、後藤さんいかがですか。いや、ちょっと本因坊戦の後遺症で頭おかしくなったのかなと思うような、でやけくそかなと思う。いや、当然深い、そうですね、深い読みの裏付けがあったようですけど、やけくそだと思いきやですね、このシチョウの鳥取の別れはですね、現在井山さんが AI によると 64.9% と高評価を与えています。一体どうなってるのか、まあ、その辺を含めてですね、後藤さんに、前半のですね、はいはい、序盤をちょっと、まあ、初手からちょっと振り返っていただけますか。はい、はい、ではお願いします。はい、よろしくお願いします。まあでも最近の傾向ですけど、序盤がすごいスピードですね。ですね、これは井山さん落ち着いてますね。ようこすみです。はい、でいきなり三、まあ典型的な今風の席ですけどね。で、 ね、でここね、はい、まあ、もちろん部分的には伸びですかね。ああ昔は絶対こうでしたね。伸びましたよね。まあ、こういうと私は今でも伸びます。もう方向いいですもんね。方向がいいのか悪いのかがよく、こっちに関しては悪くないですけど、ただ こっち開きに回られるのが、まあちょっと見えとは言う。右辺の白が裂かれ型ですよね。ああ、これとこれはね。はい。はい、まあですけど、まあ、攻撃目標とまではいかないから、はい、まあでも別に、はい、これはまあ一番基本的な手ですけどね。今は世知辛いんですね。世知辛いですね。で、まあ、次に、まあ、自然と言われている打ち方。まあ、こんなんでね、自然的に言うと、これ、難解定石ですよね。ああ、そうですね。これはアマチュアの皆さんには打たない方がいいと思いますね。まあね、自信が終わりの方はやればいいと思うんですけど、はい、はい、まあ、もう一つだけやっておきますと、
こういうのもあの結構よく出てくるんですけどね、はいはいはい、で、まあ、主張が良ければこうだし、はい、この主張がもし成立しなかったらこうやるとかね、はい、まあ基本定石っぽいですけど、まあ、それはそれとして、それはそれとして、うん、急ぎましょう。あ、そうですね、はい、こんなことだったら火が触れますね。はい、まあ、虹の張り合いですね。そうですね、はい、まさに虹の張り合い、気合の進行でね、これまたグッと曲げるあたりがね、はい、井山さんらしいですね、らしい、うん、うん、しかもここの逃げ出しを狙ってるっていうのが、そうなんですよね。なんちゅう人なんでしょうね。あのここからですよね、うん、まあ、私なんかだとここに連打されるのは嫌ですけどね、これ、はい、うん、なんかかっこいい、この次のこれ、あ、これね、いや、この白の手ですね、次は。これね、これね、AI と一致してたんですよ。押さえる一手かと思ったら、うん、違うんですね、うん、そこから覗くよりも、あ、そうですね、あの、うん、結局ね、これ、まあ、普通は部分的に押さえるんですけど、一手ですよね、これあの絶対切ってきますよね、これね、はいはいはい、で、こういう、これはね、さすがにちょっと、うん、あの 石数少ないので、はい、ということで、あのここでもまあこういくイメージはありますけど ね、それを ひねりを利かして、まあ、これでこう来たらこう緩めると、うん、こう来たら逆に行ったら継ぐと、そう、あ、ここね、こうやれば継ぐと、あ、うん、いや、しかし、うん、いやまた AI と一致してたのが、まあ、AI がどこ打つのか見たんですね、はい、で本当かいなと思って、井山さんがこれと同じ手を打ってびっくりしたんですよ。いやいやいや、うん、それぐらいでびっくりするなよって井山、はい、王座は思ってると思いますけど、ね、でこうですね、いや、すごいですね、うん、いや、それで、はい、あの、いや、結局ね、もしかしたら結局カッコつけてもこうな、こうかなと思ったりしてたんです、はい、見てた時はね、はい、あの何も考えずにぼーっと見てますから、うん、まあ、考えてもわからないんですけど、そうやったらまあ多分伸びて無事に分かれる感じなんでしょうか。こうやって、まあ、どっちに伸びるかですね、うん、まあ、こっち伸びればか、ね、ね、かと完全に取れる、まあ、そうかとして、あ、まあ、で、まあ、ぼーっとしてたらまあこうとかね。井山さん、ぼっとするの嫌いなんですよね。あんまりぼっとしてるの見たことないですね。見たことない。井山さん、ぼっとした手を打たないんで。うん、見たことないですね。まあ、これだったらどうする、はい、まあ、こうやるとかね。私もね、井山さんの碁をかなり見すぎたせいかですね、ぼっとしない手を打つんですよ。ああ、そうですか。大体、あの、潰れるか潰されるかみたいな、うん、潰すか潰されるかみたいな。そうなりますよね。いつもそういう勝負になっちゃうんですよね。そうなりますね。はい。ギリギリなんですよ。いや、ここでまたすごいことになります、ね、うん、何するんかと思いましたけどね、うん、うん、で、これですよ。いや、びっくりしましたね、うん、びっくりしました。何考えてるんですか。うん、びっくりしましたね。そうか、でも打たれてみたら、うん、まあ、そこ、それやらないとちょっとここ何やってるかちょっとよくわからない感じがありましてね、はい、で、もうその願望か、うん、まあ、結局、はい、まあ、これではなんかどんどん重たくなる一方 で、ね、一方的に攻められますのでね、でね、でただしこういってもこう当然、まあ、やりますか、うん、やりましょう、やりましょう。当然これ主張が不利なんで、そうですよね、どうしようもないんでね、で、まあ、ちらっとこうやって考えても、うん、あ、これまあ主張悪いしあかんなと、うん、普通の人はね、そうですよね、あの、もうここで諦めてしまうところですが、はい、逃げました。これはちょっともうなんか、うん、許さんは鼻血出しそうになったんじゃないですかね。確かにびっくりしたでしょ、鼻血出てもおかしくない。井山さん、ちょっと本意も取られてちょっと土地狂ったかも、うん、あ、そうそうそう、ちょっと許さんもしかしたら思ったかもしれませんよね。ついに壊れたかと、うん、いや、すごい手打ちました、ね、すごい手ですね、うん、で この心は何ですか。心はね、あの、部分的に部分だけで言うと、はい、実戦こうやりましたけども、はい、これでもこれでも、まあ、どう、うん、ここはどうしようもないですね、はい、部分的にはね、はい、
それも主張ですもんね。こういうのもね、はい、なかなか気持ちのいい手筋でぐるぐる回しってね、はい、どうしようもないですけども、これでも結局ここ行くんですよね。でちょっと手順、まあ、こう行ってこうですね。難しい、これ手順もまた難しいですね。難しい、あの難しい、もしかしたらこれ一発解くのか、まあいずれにしてもここなんですよね、はい、でこれが市長あたりになると、はい、取れてますよと、うん、こっちへ行けば当然こう、はい、このまた判断が、うん、そうなんです、あのこう一目で左上が大損害ボロボロですからね。そうなんです、あの判断も難しいですよね。こうそうなんです、こうなったからいいのかと言われたら、はい、よくわからないし、かといってこれを決めてこうだとちょっともうこれ絶対逃げてくれないからね、はい、これは、うん、あんまりやってる気がしないですね、白はね。ここもひどいし、はい、こっちは取られて、じゃあ一回切って抱えるわけですか。切って抱える、あ、そうですね、はい、で逃がしてから覗きですか、うん、かなとは思うんですけどね。これ先ほどの図ですね、はい、もう少し引きつけた方がいいかどうかっていうことも、しかしますます、まあすごいですね。どういう手順でどうなる予定だったんでしょうか。でも早かったですねこれ、もう長考に沈むかなと思いきや、ね、実戦はこう、はい、まあ、素直に主張にとって、はい、まあこれがこれはなんか主張と主張のぶつかり合いですよねどうなってるんですか。いやこれは逃げたら、まあ逃げられるんですよね、これ部分的にはね。主張は悪くないですね、黒は。はい、このまま行ってもダメなんで、はい、だからここは主張あたりではありますけどね。しかしこれ生取りですね。でもそれで取ると、いやあのすごいこれこれね、ポン抜きより凄まじい亀の甲っていう形なんですけど、ただ2箇所に生のぞきで西向かせるのはひどいですよ、ね、そうなんです。それでね、この瞬間こっちの主張が良くなってるので、はいはい、逃げると思うんですね。はあ、うん、でこれが主張あたりでしょ。なるほど、そっちを逃げると、なるほど、これがどうなるんですか。ですね、だから逃げた瞬間、まあ どっちみちこれも一手いりますからね、はい、こっちね、はい、でこう難しいですね。これは一気に行くわけですね。あ、これね、このまま、はい、まああの取られるとね、うん、こういうのはちょっといただけないから面白くないですよね。こうでしょうか、はい、でこれ切りに対してはこういうふうにいきますからね、はい、だからこれはちょっと意外とでも切らない方がいいかもしれない、はい、でこうですか、でどうするのかな、まあ下がるか、はい、かっこつけてこういくか、はい、で、まあ、いちいち難しくてわからないんですけど、どうするつもりだったんでしょうね、井山さんは。何ですかこれ、こういくのかこういくのか、まあ、なんとかなりそうですね、うん、まあ、あの取られる心配は、はい、あ、まあ、まあそうか、こうこういけきたらこうしてこうしてこうして、でもこう無理やり、ね、うん、あんまり無理やり潰しに行こうとすると自分がアウトですね、やられてしまうんでね、はい、でだからとりあえずここで大長考かなと思ったんですけど、うん、早かったですね、許さん早かったですね、うん、まあ、だから当然これであのこれ大体むちゃくちゃなんてなんでね、
取られる主張逃げた、はいはい、だいたい1回逃げたら、なめや五目損とか十目損とかね、うん、まあちょっとこの向きによっても変わりますと言われてるので、はい、まあそれに引き換え、まあこっちは別に普通の手っちゃ普通の、あの、うん、凄まじいとは、ね、はい、そうですね、見えないので、その取引だったら黒悪くないと許さんは思ったんですか。あ、まあそうでしょうね。そうでなかったらこれ逃げていくってを一生懸命ね読むはずなんで、ただこの抜き抜きで、はい、AI は白よしと評価したんですよ。あ、そうなんですか。抜き抜きになる前はほとんど五分だったんですけど、はい、抜き抜きになって白が 10% ぐらい上がったんですよ。まあ 10% で大体1目ぐらいらしいからね。あ、しかしこれ上辺逃げてたらまたとんでもない難解な戦いが今続いてましたね。まあ見物人としては逃げてほしかったですけどね。逃げると思って急遽あの後藤さんにですね、研究をちょっと予告してたんですよね。あ、でも後藤さん来た時にはもうすでに無事に分かる。ああ、よかったです。あの私に研究しろと言われてもちょっと能力的な問題がありまして、村川さんが、おそらく今多分見てるんで、村川さんに研究していただいた後に披露していただきましょうかね。彼はね、解説役ですから、 それは必死で、必死こいて、研究して。後藤さん解説じゃないですから、ね、あ、そうなんです。気楽ですもんね。いや、私は大体、あの構成に、はい、またあの進行円滑にね、あの他の対局も今日やってますから、はい、そうです。だからあんまりこんなあの検討に没頭するのはあのちょっと職務として、うん、間違ってる。ただね、はい、これあの無事にして逃げなきゃいけなかったんでしょうか。さすがすぐに、さすが鋭いですね。変えるわけにはいかないんですかね。いや、さすがさすが、はい、そしたらすっぽかされるってことなんですか。少々お待ちください、はい、このままやればいいか。あ、これでいいのか。そうですね、こうやってからこういくんですね。さすが大出さん、はい、どういう違いがあるんでしょうね。まあこういった時に、こういくと、まあこうは来ずに、まあこうなるってことですね。それと、こういったらこの辺くん、うん、そうか、ちょっと左の損がでかすぎるってことなんですね。ここ連打した時のちょっと当たりが弱いと見たんでしょうね。いや、しかし、いや、なかなか、ね、ここ逃げるのもものすごい勇気いりますね。いや、勇気いりますね。主張が悪いのに、あえて逃げ出したと。はあ、で、ここでまあこっち、こう来るんやったら、やっぱこれとこれは不要と、ね、そうですね、損ですもんね。まあこう逃げる手もあるし、こうこっちからさばきに行く手もあるし、はい、まあここから助ける手もあるかもしれない。はい、いや、抱えさせてからの主張っていうのがまた、なんとも、果たして黒が上辺逃げたらどうなったか。そうですね、まあ、おそらく感想戦でもやるでしょうけど、はい、いや、しかし井山さんが局面を動かしてるっていう感じですね。そうですね、はい、もうおっしゃる、もうその通りですね。だからこういうのはあの嫌いではないと。あの、まあ、許さんはこれ、こんなとこね、亀の甲に抜いて悪かろうはずがないと判断したわけですよね、はい、それがまあ AI 的には一目ぐらい損ですよって、ね、まあ一目損って言われても、あ、そうですかってなもんですよね。でもね、もうこの矢の今の黒の手も、はい、もう小さいと。あ、 AI さんはあの右下付け伸びるって言ってたんですよね。あ、ここ、はい、ここですか、はい、ここ、ね、わけわかんないです。ちょっとそれはこの手の良さは私には見えてこないです、まさかこれ切りとかありますよってことですかね。白も取ってないんですよ。あ、これね、はい、じゃあこの辺行くとか。そうそうそう。ああ。それで切って。あ、ここに。うん。はあ。いや、わけわかんない。で、上伸びて。ああ。はい。ここ手にするんですか。それで、あの、下がって。ここね。はい。で、下跳ねて。うん。段に跳ねて。はいはいはい。切って。はいはい。ついで。ついで。はいはい。抱えて。はいはい。それで、こすんでるんです。ここね。はい。
これ持ち込みじゃないですか、これ持ち込みじゃないんですか、こういう図を示してました。まあこれが最善と言われてもわかんないです、ね、とてもじゃないけど、人間だったらまだこの木を攻める余地もあるから助け出しますよね。いやまあここ以外なかなかちょっと目が行きにくいかなっていう、そうですね、あまあこれはもちろん やりたいですけど、これやると逆にひどい、はい、だからこうやってこうやるのが得するかどうかなとかってことはちょっと考えると思うんですけどね、はいはい、なるほど、うん、まあ、自分だったらあれこれこっち継がれんのか、これあ継がれてダメだこれアウトですね、はい、はい、だからこう仕方がないですね。なるほど、うん、分かりました。まあ現在、まあそれから右下に今 あれまただいぶ進んでるね、波及してあさっきの大出さんのずっと一緒じゃないですか、ここに石がなければ、また切ったんでしょ、ここで、あそのってか、うわすごい庭みたいですね、ねえ、はあ、そういうもんなんですか、父さんよく切るんですよね、こういうの、へえ、まあ、まあ、あの次が効くってことなんですね、あのこれはまあ取られる運命だと思うんですけど、はい、あの損にならないということですね。あ、次ね、ここが絶対に効きます、はい、はい。こことかここがまあほぼ絶対の効きなので、うん、あ、まあ実戦こうやってからでもね、これはここちょっと隙間悪いけど、さすがに大丈夫かな。と言いますのは、部分的にこうして、まあ、こういうふうにやりたいんですけどね。これでここあの自分手があるかどうか。うん、ここがまあ効いてますので。はいはい、あ気持ち悪いですね、うん、これ。なんか生きられても文句は言えない。確かにそうですね。ただ現状こっちもありますので。はい、なるほどね。はい。さあどうなりますか。あ現在はですね 7-3 で井山さんと井山が言ってますが、あ、まあ、目数にすると3目差なんで、もうこの段階でも3目差って言ったらもうなんかもうなんか人間界では互角ですよね。もちろん、はい、分からないですけど、はい、あのまあ、一つ言えることは、うん、井山王座、王座って新鮮でいいですね、なんかね日経さんが喜んでるじゃないですか、日経もついに戻ってきたから、そうですね日経は井山さん王座がかなり取ってるんですけども一度も呼ばれたこと井山王座って言ってますけど、まあ、そうでしょう、日経以外が井山王座と呼んだことはかつて今まで一度もないというんですね。長い間すいませんでしたね本当ね。いやそうなんですね。あれ、もう一つ何も今五姓、ね、五姓か、五姓も呼ばれたこと、五姓も呼ばれたことないと思いますね五姓と呼んでるのは共同通信だけだったと思いますねですから今二冠しかないから井山王座五姓と呼ぶように習慣づけましょうね、はい、まあ、今井山そうなんですよね、あの我々はですね、あの序列の高い方 の、ええ、タイトルで呼ぶので、はい、あもちろん井山王座と、はい、いうふうに呼んでるんですが、はい、あの現在合成も持って、井山さん今二冠であります、はい、あの私どもからすれば、うん、あの、はい、どの新聞社さんも大切な大切なスポンサー様なんで、いや、まあ、でもそうですね、やはり井山三大タイトル、うん、やっぱこれ失ったっていうのは井山さんわずか4日前ですからね、はい、相当な、まあどういうお気持ちだったんでしょうか、ね、そうですね、しかもなんか本因坊戦私も最終局も行ったんですけども、はい、やはり要するに負けた方はですね全て自分が、まあ、あの転んだというか、うん、そういうお言葉をご自身で語ってたんですよね。あそれって井山さんどうなんですか、あ下がりましたね、下がりましたね、ここでまたいや面白いね、朝からこれは行きますね、あだってこれへこんで生きられたら損ですよね、うん、部分的に、まあ、でもねどれも下の羽根継ぎがなくなっちゃったってことなんですよね、うん、
まあ、上からの利かしがあるから、まあ、どの程度損になるかっていうのはちょっと分かりにくいです、分かりかねますけど、これ一気にいくんじゃないですか、いきますかね。いや、許さんもですね、現在4勝3敗でですね、残留がまだはっきりしてないんですよね、はいはい、今リーグ陥落枠って4つあってですね、あ、増えました、増えた、はい、埋まっちゃった、佐田篤史七段と藤田圭彦七段と、はい、志田達也八段、はい、3人がですね陥落決まって、残る陥落枠は1つあってですね、はい、これにはまっちゃう可能性のある人が、山下敬吾さん3勝4敗、はい、許家元九段が4勝3敗、うん、張栩九段が4勝3敗、あ、この3方なんです。ビッグネームばっかり。そうなんです、ね、しかもリーグの序列がですね、山下さんが3位、はい、許さんが6位、はい、でまあ、新規に入ってきた張栩さんが7位なんですね、同星で並ぶとですね、リーグ下位の人の方が弾かれちゃうということで、うん、山下さんが現在藤田さんと打ってる山下さんが勝つとですね、はい、4勝4敗になって、張栩さんと許さんはですね、首筋が冷たくなる。なるほど。勝てば5勝3敗、ともに5勝3敗で間違いなく残留なんですけども、はいはいはい、負けると山下さんと並んじゃうと山下さんの方が上だから不利なんですね。いや、それは見応えがありますね。そうなんです。で、許さんがここで井山さんに負けて、なおかつ張さんが勝つとですね、ああ、許さんの陥落になると山下さん勝った場合。なるほど、すごい貧乏くじを食らうわけですか。そういう厳しいところで、まあ、許さんとしてもですね、何としても勝ちたい一局の相手が井山さんということでですね、いやだって山下敬吾、張栩、許家元のうち誰かが陥落するってのはすごいですよね。やっぱりね、陥落枠が一つ増えたら、ね、新しいドラマが、そうなんね、まあ、見てる方はそういうのが結構、面白いというかね、うん、やってる方がたまらんでしょうね。たまらんでしょうね、うん、さて、11年ぶりに井山さん、はい、去年の1月、去年の3月まで井山さん第3冠だったんですよね。そういうことか。そうなんですよ。あ、で、去年一力さんに3勝4敗で棋聖を取られて、あ、で、秋に芝野さんにまた3勝4敗で名人を取られて、はいはい、まあ、虎の子の本因坊ですね、ついに今年、まあ、4日前ですけども一力さんに取られた。全部フルセットの末取られてるんですね。そうなんです。うーん、しかも全部ですね、1勝3敗から井山さん2連勝で追いついて最後の第7局で負けるっていう、この並びも同じなんですね。なんか一番疲れるパターンでしょうね。そうですか。あ、じゃあもうこの名人戦は、はい、もうこれ、うん、ここで負けるわけにいかんわけですね。井山さんはこれは何としても、うん、まあ、挑戦してですね、やっぱり寂しいんじゃないですか、三大タイトル一つもないのは。そうですよね。まあ、どんなお気持ちなのか、井山裕太王座という名前が我々はしっくりきませんが、井山さん自身はそんなこと口が裂けても言わないでしょ。いや、そんなこと言うやついたらちょっとね、はい、お仕置きせないか。そうですよね。ただですね、井山さん今名人リーグはもちろん一力さんと優勝を争っていますけども、棋聖もですね S リーグで、6人の中で、リーガー6人いますが、井山さん現在3勝0敗でですね、はいはいはい、単独首位を走っています。はい、名人を挑戦して芝野さんから取って、次棋聖挑戦して一力さんから取ると、まあ、井山さんこれまで復元力が凄まじくてですね、はい、名人3度取られて3度取り返したんですね。この復元力を見るとですね、はい、まあ、このまま引き下がる俺にはないと、うん、やられたりやり返すという思いは強いんじゃないでしょうか。はい、まあ、34ぐらいですか。34歳ですね。34歳、
から10年以上ずっとその第三感に絡んできた、はい、そうですね。いやもうそろそろ疲れてきてもね、いやね、もういつ疲れてきてもおかしくないのにずっと一線を張ってたんですよね、うん、すごいね。ただまあそれでついに一力芝野がですね台頭してきて、はい、まあいつかはそうなるんでしょうけども、うん、まさかまさか井山さんが、三大タイトル全て失うっていうのがあっという間に、1年ちょっとでですね、うん、第三冠が全て失うというふうには我々は思いも思いません。確かにね、まあ絶対王者っていうふうにポスターでもいろいろ書かれてたんですけども、うん、この辺はもう絶対王者ではなくてですね、はい、しかも第一人者、あの棋聖本因坊の、まあ、まあ第一人者と言ってもいいですよね。棋聖さんはもう第一人者に踊り上がってですね、まあまあ、はい、2番手誰かって言ったら名人の芝野さんですよね、うん、そうですね。井山さんはですねちょっとその3番手っていうような感じになって、ね、うん、まあ、3つタイトル分け合ってた一力芝野井山と分け合ってた時は私なんかは三島定律とかですね、はい、三国志の時代に入ったとか言ってたんですけども、はいはい、今やまあもうそういうことではなくなってですね、あれしかも、うん、あれ天元の方が序列上ですよね。あれ天元序列上です。あ、いや王座の方が上です。結構その入れ替わったりするので、そう、本因坊がですね、一力さんが今度取ったの時はまさに三大タイトルなんですけども、来年からですね五番勝負になるんですね。しかも本因坊リーグも廃止してですね、トーナメント制で挑戦者を決めるということで、優勝賞金も減額して、序列がこれまで棋聖名人に次ぐ3位だったのが、5位になるんですね。ちなみに3位が王座で、4位が天元で、5位になるんですね。なるほど。ということは井山さん、なんとしても今度は7番、まあ、7番勝負の鬼と言われている人ですから、まあ、名人棋聖への思いというのはもう、まあ、もちろん本因坊もそうでしょうけども、めちゃくちゃまだ強いんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね。後藤さんどうですか、もう小さい頃から井山さん見てて、まあ、天才だと言ってずっと見てきましたけど、はいはい、ちょっと今かつてない逆境ですね。うん、まあ、しょうがないんだろうけども、まあ、やっぱりね、自分を目標に追いかけてきた若手がね、うん、成長してきてるということなんで、はい、まあ世の中ね、そういうものなので、うんうん、しかし34で降りるの嫌でしょうね、本人の意識としては。多分40まではね、そうですよね、うん、もう頂点にいたいとは。まあ、井山さん、ここからが、まあ、まあ本人自身もこれからが勝負だと思ってるんじゃないですか。井山さんは将棋の羽生さんを尊敬してて、羽生さん七冠独占からその後いろんなスターが出てきたけども、ずっとタイトル戦線にいてですね、うん、何かしらのタイトルを持ち続けてずっと一線で張ってたと。ああやって長く第一線にいる棋士になりたいっていうふうにずっとおっしゃってました、はいはい。まあ、これからの井山さんっていうのが、じゃあ一力芝野とですね、どれだけ越して、戦っていけるかというところで、はい、まあ、第2幕っていうんでしょうか、もう七冠独占で圧倒的な強さから、まあ、後進がどんどん台頭してきてですね、はい、今度は彼らと越して戦わなきゃいけないというですね、はい、追っかける方、ベテランが追っかける方なので、ね、さてどうなるかと。はい、どうですか、本因坊戦、はい、失った時、後藤さん、どんな思いしました？寂しかったですか？まあもちろん寂しいというのかな、うん、あんまりだから見慣れてない光景といいますかね、そのね、だから衝撃的ではありましたけど、うんうん、ところで、うん、もう一曲の一力さんの GO っていうのはどういう感じなんでしょうかね、はいはい。じゃあ一力さんの碁はですね、今朝日新聞の囲碁将棋チャンネルではですね、本局とまたもう一つチャンネルを作りましてですね、一力さんと余正一さんの碁も、今やっております。
ちょっと覗いてみるとですね、はい、現在は一力さんが一力さんが今勝率 AI の評価だと評価値が 76.8% と、うん、余正樹さんに対して、リードしています。まあとはいえ、目差にすると 3.3 目で、うん、ですね、井山さんは目差にして 1.5 目リード。これはよくわけわかんないんですね。まあ一体どうなるのか。ちなみにですね、注目の残留争いですけども山下さんはですね、現在3勝4敗で負けるとですね、はい、許家元さん、張さんの、勝敗に関わらず陥落決まっちゃうんですね。なるほど。絶対勝たなきゃいけない 山下さん。ただ相手がもうなんていうか死に馬なんで、普通に考えたら、藤田さんですね、はい、陥落決定してるからモチベーションはだいぶ違いますよね。ところがですね、ところがどっこい藤田さんはですね、陥落決定してからですね、いい方を打ってます。あ、井山さんが陥落決定した後、藤田さんと言ってですね、終盤一時期逆転されてですね、 あの後ね、うん、はい、我が家という、あ、そうでしたね、あ、そうでしたね、あ、すごいすごい子だったですね。しかもなんか伸び伸びと打ってですね、藤田さん楽しそうに打ってて、この前も佐田さんに会ってですね、はいはい、その後インタビューしたらですね、同郷の大先輩で山下さん、北海道ですね、しかも負けたら陥落なんだけども、ちょっとその辺あたり考えて手を抜くのかと聞いたらですね、そんなつもりは元ないと言ってましたんで、そうですか、まあ、どうなるかと思ったら、現在のところはですね、山下さんが 88% 勝率 88% で山下さんが今リードということですが、まあこれまたミシミシすごい好争いになってますね、山下さんだし、山下さんが決めに行ってるのかどうかっていうことですね。この画面をそっちにかあれ変えるっていうのはまずいんですか、この有限の間の今局面。あ、それね、それはできるんですよ。できるけど面倒くさいんですよ。そこに消えると全部消えちゃうんです。わかりました。こちらで操作しないと触らないようにします。いや、やろうと思えばできます。ちょっと 見てみますか。とりあえずそのちなみにですね、もう一つ、名古屋で張さんと志田達也八段が打っていてですね、張さん、これ山下さんが勝つようなことになれば張さんお尻に火がつきます。なんとこれ志田さんすでに陥落決まってるんですが、志田さんの評価値が 85% でですね、張さん、ちょっと緊急事態になってますね。ちょっと見てみたいですか。やりましょうか。いや、一時期予選戦ぐらい。視聴者の方がどう思われてるのかな。視聴者はね、はい、すぐチャンネルを切り替えて、ああ、そっか、一時期予選戦を見れるので。なるほど。そのあたりは心配ないです。なるほど、なるほど、はい。ただ自分が見たいというだけで。そうですね。まあ、私も別にこれ引き上げたら、そうですね、すぐ見ますか。解説終わってからご自身で見ていただければ思います。御社のチャンネルで。はい、見させていただきます。はい、さあ、妖怪の一番暑い日であります、4局一斉に打つと、いうことで、挑戦者争いの2局を囲碁将棋チャンネルですね、囲碁将棋 TV で、やっていますけども、残留争いの方もですね、適宜、状況を皆様にお伝えしながら進めていこうと思います。後藤さん、今日は立ち会人にもかかわらず、急遽こちらのスタジオにお越しいただきありがとうございました。いえいえ、とんでもありません。さて、井山さん、今の時間から4日、名人挑戦を今日決められるかどうか、しかも負けるわけにはいかないと思いますので、しかし負けるわけにはいかないのにこんな奔放な打ち方をするっていうのは、彼の心象は一体どこに、どうなってるんでしょうかね。まあでもそのスタイルを貫き通してますからね、彼はね。もうこんな碁を打ちくつと思いますね。負けられない碁なのに。いやー、すごい精神力だと思いますね。ですよね。普通の人だったらおかしくなって、ね、
ちょっと固めに打ってね、勝とうとかなんかちょっと思うんじゃないでしょうかね。すごい常になんていうか、はい、崖の上か、氷の上をね、突き進んでいくっていうのは、ね、いや本当に、まあ、これでまた井山さん勝ち始めたらですね、私最近昔はあの柴野さんとか井山あの一時さんをやったたきのめしてた方なんで、挑戦してきてですね、はいはい、魔王って名付けたんです。まあそうですね、魔王ね。最近一時さんや柴野さんに押されてですね、私自身はあまり魔王って使いませんでした魔王卒業ですから。そうなんです。しかしこれまた出てきたらですね、魔王って使い、魔王ですか、また再び使い始めようと思ってます。魔王ね、はい、森蔵とかどうですか。森蔵ってどういう意味なんですか。いやいや、意味は分かんない。いやいや、魔王もあの焼酎の名前じゃないですか。はいはいはい、ね、プレ有名な、だからもうよくわからんですな、大阪の座はよくわからんですな、はい、こういうといたら森伊蔵さんがちょっとスポンサーになってくれるかもしれませんからね。魔王っていうブランドもあるんでしょ。いや、ありますよ。だから森伊蔵がやってるんですか。いやいや、全然違います、違います。魔王のね、あの酒造メーカーも、いやだから、あのね、大出さんがね、魔王魔王、ね、魔王魔王って言ってるから、うん、みんな焼酎やなと思って聞いてると思う、はい、揉めますよ。ありがとうございます。それだけのことですか。まあ外は今日も暑くてですね、東京も大事だと思いますけども、囲碁界の一番暑い日、しかも長いですから、皆さん夜までどうぞ時々休みながらですね、お付き合いいただければと思います。そうですね。後藤さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。村川大輔九段の解説はですね、まあ、午後2時半頃から始めてですね、以降断続的に、続けていこうと思います。東京の一力遼棋聖 VS 余正麒八段の方はですね、解説は孫誠七段。それで東京では山下さんと藤田さんの対局もあってですね、この新聞解説が平田智也が勝ちなんです。この孫さんと平田さん仲良しなので、おそらく2人ダブルで出てくると思います。我が大阪組にとっては非常に脅威なんですけどもまあそこはまあ、 村川後藤コンビでですね、完璧対抗できればなっていうふうに思ってます。完璧ですよ。もうその2人だけでバスが何個ついてるか、ねどうもしょうもない話すいませんでした、とりあえずですね、午前中今日のところはですね、今日のところ、午前中ここのところはですね、一旦解説を打ち上げて、しかしここを今都さん考えてますが、果たして右辺池に行くのか、それとも一旦は左側の黒をね、なんかでも予想通り進んでますけど、そうですね、またすごいことになるんでしょうね。すごいことになるかもしれません、うん、これはすごいことになったらですね、また急遽緊急解説をお願いするかもしれませんがとりあえず立ち会い人なので、ここばっかりにかかってなってる暇はないと先ほど後藤さんもおっしゃってたので一旦はちょっとフリーにして、はい、なってもらおうと思います、はい、後藤さん、どうもありがとうございました。お邪魔しました。それでは一旦失礼いたします。はい、対局室に失礼します。
Yeah.